大橋悠依 400m 個人メドレーで金メダル東京五輪。東京五輪は25日競泳女子 400m 個人メドレー決勝が行われ、大橋悠依悠依大橋が4分32秒08で金メダルを獲得した。25歳の大橋は平泳ぎでリードを広げ、そのままトップでタッチした。米国の19歳エマ・ウェイアント、エマ・ウェイアントが4分32秒76で銀メダル。同じく米国のハリ・フリッキンガーが4分34秒90で銅メダルを獲得した。